こんにちは、R です。そしてスプラトゥーン噂調査団団長の R です。今回もですね、噂調査団をしていくんですけども、なんか面白い現象が起きるみたいな噂をもらったんでやっていこうと思います。それがこちらですね。マフマフファンさんから、先ほどの生放送少しでしたが楽しかったです。そして今流行のツインテールバグの方法をお伝えします。ですね、僕生放送もたまにやってるんで、そちらもぜひ時間があれば見てください。やり方ですね。1、性別をガールに、そしてツインテールにする。変え方は、X を押してその他のプレイヤーでできますと。2、サブがシールドの武器を持ち、頭のギアをツインテールが少し下がるギアをつける。かっこアナーキアンピンベレーなど。3、ステージに入って実践。まずどこでもいいのでステージに入ってください。これ散歩でも OK ですね。でステージに入ったら人イカ人イカっていう煽りみたいな行為をやってください。その後 R ボタンを長押し、離してはいけません。その状態で左右に動いてみてください。そうするとツインテールが飛びますよ。過去かなり長文になってしまいすみませんっていうね。なんか なんだっていうようなツインテールが飛ぶってどういうことだみたいな感じがあるんですけど、ちょっとやってみましょう。ツインテール飛ぶバグやってみます。まずはその他でこれかツインテールにしますと、で頭のギアをツインテールが下がる。これが多分元の位置、このホイベレ系ですね。これだとなくなるんで、ツインテールがこれは、これか、普通の位置からちょっと下がってる。これにします。で武器をサブがシールドの持ってるかな、シールドのやつにして、これで準備完了ですね。よし、やってみましょう。はい、散歩にやってまいりました。ここで煽りキャッチして R を押す。これか、ぴょんぴょん。あ、飛んでる。何これ。怖い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 。ツインテールが、ファンデルみたいに。なんだこりゃ。このツインテールは一体。怖いなぁ。ん？お、なるほどなるほど。この煽りのチャポチャポを何回するかによってツインテールが飛ぶ量が変わりますね。飛ぶ幅が、例えば1回だったらこのぐらい、チュイン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 、2回だったらこのくらい、3回でこのくらい、1回やればめっちゃ飛ぶ。すごい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 、飛ぶ量まで変えれるってすごいな。1回だったらなんか入れ替わるぐらいか。それやるともうファンネルですね。すげえな、なんでこうなるんだろう。すごい、よく見つけるなこんなのね。ほら、いよいよぴょぴょん、ふわ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 。1回だとそうでもない、やってないと動かない。1回だとちょっと動く、2回だとこのくらい。なんかうわすげえな。ほい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 、いやーすごいよねこれ、見つける人もね。なんで動くんだろう。よいしょ、噂は本当でしたね。これ楽しんでぜひやってみてください。さあ戻りましょう。はい、戻ってまいりました。今回はですね、このツインテールが浮くっていうバグ、ここでもできたんですけどね。ちょっと場所を変えてやってみました。
いや、すごいな。これも面白いバグが見つかったものですね。さて、皆さんはお気づきでしょうか。実はマフマフファンさんはですね、もう団員になっています。そして2回目の投稿が採用されたということで、実は団員のランクが上がるシステムなんですね。今回マフマフファンさんは2回目なので、誠の団員になっております。これ気づきました。フェスと同じような感じ。今、誠の団員なんですが、3番目、スーパー団員、4番目、カリスマ団員、5番目、永遠の団員、6番目、伝説の団員、7番目、団員幹部、8番目、殿堂入り団員、9番目、団長補佐、そして10番目になると、団長って書いてあるけどね、どうしようかな。団長になったら俺が、意味なくなっちゃいますね。こういう感じでランクも考えていたんですね。実はこの曲は今回はこのさんマフマフファンさんありがとうございます。2回目で誠の団員にランクアップでございます。この他にもですね、いろいろいただいてるものがあるんですけれども、ちょっとね、動画にするのに時間がかかるものとかがあったりするんで、なかなか採用されないっていう方もいらっしゃるんですが、ほとんど諦めずに投稿をお願いします。今回はこれで終わります。じゃあね、バイバイ。